はい、どうもこんばんは、バイスの竹です。本日も始まりましたバイスチャンネルは、5月2日ということで、明日まで、まずはですね、こちらの僕が今被ってる、レッドテールの方から、展開しました、キャップですね、バイカーキャップとあとガーベージハット、これの2種類の、今回はデニム地を使って、ブルーデニムとこのブラックデニム、ブラックデニムかを使っての、アイテムということで、明日まで、バイス店頭、バイス全国のディーラー様で、ご予約を受け付けてます。こちらの方が、前回出したあのメルトンの、素材に比べてちょっとお値段も下がって、M、L サイズの2サイズ展開で、ハットとキャスケットというかバイクキャップ、発売し、予約してますので、ぜひぜひゲットしていただけると、いいなと思います。これですね、僕はこんな感じで、ハンチングとかキャスケットみたいな感じで前にこうやって潰して被るのが、僕の中でこのルースレスというラインと組み合わせるのにも、いいかなと思います。逆にですね、こういう風に、昔ながらの感じでバイカーキャップみたいな感じでですね、これ後ろに垂らして被るのもかっこいいと思います。はい、まあいろんな被り方ができて、まあ後ろに被ったりとかいろいろあるんで、ぜひゲットして、いろんな組み合わせで、服と合わせていただけたらいいなと思いますので、よろしくお願いします。はい、ということで、今日はですね、僕が今こちら着てるルースレスの、新作のシャツ、こちらの方をですね、明日5月の3日から、発売していこうかなと思っています。ということで、まずは全国の、バイスディーラー様の方と、予約していただいた方には本日発送しましたので、明日にはお手元に届くかなと思いますので、明日から全国一斉的に発売ということで、紹介していきます、軽く。はい、まずは、こちら、無地タイプの、ルースレス SS シャツということで、これ同じ、サックスブルーの生地なんですけど、袖口にこのように、ルースレスのバンドサインが刺繍で施されているのと、あとはこの無地って言っても、こちらですね、見えますか、ちょっと黒だと分かりづらい、グレー、はい、グレーの、まあ、共通でですね、こちら分かりますかね、この下、左下、正面の左下に、ポケットがついてるんですけど、こちらを開けていただくとポケットの中が分かりづらいな、2層になってて、まあシークレットポケットがついてるんですけど、今回もこのようにですね、はい、シークレットポケットの方にはルースレスの、こちらですね、オリジナルコンドームがついてて、あとはこの無地のタイプのシャツは、はい、無地のタイプのシャツにはですね、こちらの、ソースイワシとオーサムソースという、ソースとソースで印を込ました、デザインになっているワッペン、こちらですね、好きなところに塗ってもいいし、まあ、縫わなくてもいいし、まあ、お好きなところにカスタムができるよっていうワッペンがセットになった、ルースレスシャツ、こちら3色ですね、はい、サックスとブラックと、ライトグレー、こちらの3色、M、L、XL サイズで、3サイズ展開で、お値段がですね、1万7000円の 税なんで1万8700円で、明日より発売開始しますので、皆様ぜひチェックしてみてください。はい、そして僕も着てるこちらの、カレッジロゴ SS シャツということで、こちらですね、厚みのある、フロッキープリント、これ分かりますかね、フロッキープリントってちょっとあの圧縮させて、熱でね、くっつけてる、ちょっとワッペンのような、フェルトワッペンというかみたいな感じの、フロッキープリントで、ルースレスっていう胸にドカンって入れた、SS カレッジロゴシャツですね。こちらも、さっきの無地のシャツと同様に、袖口にはこちらのですね、ルースレスのハンドサインの方が、刺繍されてて、まあ、胸にあって、このとこには、シークレットポケットと普通のポケットの両使いできるので、こちらのノベルティの方がついてる、アイテムになります。はい、で、これが黒に白、まあ、全部プリントの色は一緒で、白のフロッキープリントで、施されてます。で、これちょっと細かく言うと、ボタンの色がですね、はい、
この文字の被ってるとこだけ、白いボタンを使ってて、他はあとこういうちょっと光沢のあるガラスっぽい、ボタンを使用してます。こっちもそうですね、はい、こんな感じでですね、文字のとこは白いボタン、まあちょっとこういうとこにも気を使った、オリジナルのルースレスから初めて展開する半袖のシャツということで、僕が今これ履いてるですね、ルースレスパンツ同様の、生地で作った、ルースレスの定番ともいえる形の、シャツです。このアームホールを広げて袖口を長くして、理想の形でボックスの形で作ったのがこのシャツですね。まあ、ワークシャツっぽいじゃっぽいんですけど、まあバイクに乗るにあたって自分のここがこうだったらいいなみたいな機能を、ふんだんに落とし込んだのがこのシャツになってます。なんでこのポケットとかも、まあ、バイク乗るときとかに、まあ、こういう風に使いやすいように、この位置にしたりとか、まあ、いろいろちょっと考えたアイテムになってます。はい、でこっちのプリントの方が、ML、XL、まあ、こちら同様3サイズで、税込み2万2000円で、明日より発売しますので、ぜひぜひチェックの方をよろしくお願いします。はい、まあ、ちょっと言葉で説明するだけじゃ、面白くないとも思うので、ちょっとまたミツとタイホに、走ってきて乗ってもらってる動画をちょっとつけておきますので、後半戦その方を、ぜひご視聴して、服のなんか動き方とか 見ていただけたらなと思いますので、よろしくお願いします。はい、ということで、小出しというかちょっと、告知というか、現在ですね、バイス、全国のバイスディーラー様で、先行予約スタートしている、ルースレスのパンツ、新作パンツですね。この前回好評で100本以上売り切れてしまった、このパンツに続く第2弾ということで、今回はですね、まあ、僕もずっと作りたかったんですけど、デニム生地で、ワークパンツ作ってみたりとか、あとはこの僕の好きなサックスブルーで、ショーツ、ハーフパンツですね、ハーフパンツ作ってみたりとか、全部で6種類っていうのかな、展開していこうと思ってますので、早く見たいって方は、バイスの先行予約してるディーラーさんでぜひ見れますので、見ていただいて、バイスの店頭、オンラインストア、SNS、インスタグラムだったりとかで、予約開始するのが5月の4日、4日からですね、4日から9日まで、ゴールデンウィークの終わりまで、予約を受け付けることにしますので、その辺からまた3日とか4日ぐらいから、インスタだったりとか、バイスのオンラインストアでも、商品ページ載せて、見ることができるようにしますので、ぜひぜひ、今回のパンツも、かなり僕の中ではいいデニムだったりとかハーフパンツ、この夏ぜひ履いてきてほしいアイテムになってますので、ぜひチェックしてください。よろしくお願いします。はい、ということで、じゃあちょっと走ってる動画行ってみたいと思いますので、ご視聴よろしくお願いします。どうぞ。
皆さんです。最高最高最高。あのシャツの感想とか欲しいんですけど。通気性がいい。あと人多かった。シャツの感想だったから。いいね、めちゃめちゃ楽。いい、足乗りちょうどいいよ。うん、それ3回ぐらい聞いたけど、もう3回ぐらいしかないもん。ぐらいしかないの。楽が一番。ああ、なるほどね。楽でかっこいいし。うん、そうだね。じゃあねー。あざっす。